使用率が 1.8% で、人口10万人当たりの新規の感染者が 1.38 人になるなど、すべての指標でステージ2の目安を大きく下回っていたことから、ステージ1に引き下げることを決めたということです。県内の感染状況がステージ1となるのは、今年7月以来およそ3ヶ月ぶりです。また、茨城知事は、仕事や学校などで日中に時間が取れない若者などに向けた夜間のワクチン接種会場を、来年4日から岡山市北区の県西海岸に設けることを明らかにしました。接種できるのは12月17日と毎週木曜日と金曜日の午後7時半から午後5時までで、県の共通予約システムから申し込みができるということです。2回目の接種も終えた人は8974万